皆さんこんばんは。東京ステーションの高橋美優です。今日はですね、パン子ちゃんに引き続き私もステーションの衣装を着てみました。いかがでしょうか。私もまだちょっと着慣れてないというか部分があるんですけど、早く皆さんに似合ってるねって言われるように頑張っていきたいと思います。というわけで私も少し自己紹介させてください。2001年5月11日生まれの18歳大学1年生です。血液型は B 型です。ここでじゃあ少し趣味と特技の話をさせてください。趣味はですね、最近乗馬のライセンスを取ってたまに乗馬しに行ってます。あと中学の時に吹奏楽やっててトランペット吹いてたので今でもトランペットは少し吹けます。あと小学校卒業するまでは出身が北海道で、小学校卒業するまで北海道に住んでたので、スキーが特技ですっていう感じかな。でステーションにちなんでなんですけど、好きな線は山手線です。理由はですね、すごく親しみやすくてっていうのと、私がよく乗ってお世話になっているからです。あと好きな駅は舞浜駅です。理由はですね、大好きな夢の国があるからです。よく友達と行ってたんですけど今行けてないので、行けるようになったらすぐ行きたいなって思ってます。ステーションとして活動するにあたってめちゃめちゃ知識が浅くって全然わからないので、皆さんと一緒に皆さんにたくさん教えてもらって、鉄道マスター、電車マスターになりたいなと思ってます。担当は食べ鉄なので、よかったら皆さん美味しい駅弁とか、ここの駅の美味しい食べ物があるよとかよく教えてくれたら実際に行って食べていきたいと思うので、よかったら教えてください。というわけでここら辺にしたいと思います。皆さんよろしければチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。これからもステーションとして頑張っていくので応援よろしくお願いします。以上、高橋美優でした。バイバイ。